研磨不死は、研磨剤を布や紙に接着した工具である。金属、木材などの検索、研磨に使用される。シート上で機材が紙のものは、サンドペーパー、紙ヤスリとも呼ばれる。随地研磨不死の断面図下から、機材、メイクコート、サイズコート一般的な研磨不死の断面が、随地である。黒い粒々が、研磨剤であり、図の下の層が、背中の布や紙で、 機材と呼ばれる。中間の層が研磨剤を保持する下引き接着剤層を高めるための上引き接着剤層である。ロールに巻いてある機材に下引き接着剤を塗布し、接着剤の面が下向きになるように繰り出す。その下の研磨剤を散布した平面との間に静電圧をかけ、研磨剤を飛び上がらせて下引き接着剤層に、 メリーコマセ、接着剤を硬化させる。さらに上引き接着剤を塗布し硬化させ、ロールに巻き取る。そのロールを用途に応じシート、帯などに裁断する。外部リンクの工程図を参照。綿布、合線布、クラフト紙のほか、バルカナイズドファイバー、ポリエチレンテレフタラート、腐食布なども使用される。機材の厚さは、日本工業規格でツボ量によって規定しているが、 それらを相当する厚みで言えば薄い方から、布は約 340M と約 460M と 490M、紙は約 95M と約 140M と約 190M と約 270M である。日本工業規格 JISR6111 人造検索剤が定める、人造研磨剤とガーネットなどの天然研磨剤と、 ダイヤモンドなどが使用される。人造研磨剤は、褐色電トールアルミナ、白色電トールアルミナ、デントールアルミナジルコニア、黒色炭化ケイ素、緑色炭化ケイ素などである。ページ参照。流度は、ジス R6010 研磨不使用研磨剤の流度に、約2ト、mm、ルから約1 0ルまでの28段階が、定められている。2皮と合成樹脂とが使用されている。 炭酸カルシウムなどの重填剤が配合されることもある。主な合成樹脂はフェノール樹脂、エポキシ樹脂である。ニカワを G 樹脂を R で表し、随地の下引き接着剤層、上引き接着剤層の順に G、G、R、G、R、R などと記号し、レジンオーバーグルーなどと呼ぶ。ニカワは柔軟性に富むが耐熱性。 耐水性に乏しく、湿式の環境で作業する耐水研磨紙 j ジス R6253 用には使えない。空研ぎペーパー等の名称で市販される紙機材を用いた研磨紙には、研磨材層にステアリン酸アエン等の金属石鹸を添加することで乾燥状態で使用した場合でも目詰まりが生じにくいようになっている。各項目の末尾の格好書きは、 それぞれの実数が定める最大の寸法である。次小型ベルト研磨機検索、研磨作業とともに研磨剤が次第に減毛、剥落するまで使えれば、天寿を、全うしたことになるが、そこまでやると作業効率が著しく低下するため、ある程度研磨剤が失われた段階で交換される、消耗品である。作業条件によっては研磨剤が抜けこぼれてゆく。 木こぼれという。また、例えば粘土をこすったりすれば、べったりと付着して研磨剤の刃先を隠してしまう。これを目詰まりという。柔らかい金属や樹脂分の多い木材は、研磨不死の目詰まりを起こしやすい。メーカー側では、研磨剤の分布をまばらにする、潤滑剤を塗布するなどの目詰まり防止対策を講じているが、使用者側にも研磨不死の選択や、 作業条件の検討が必要である。これらの実は出展に記載したハンドブックに収録されている各研磨死メーカーのホームページおよびありがとうございます。